ジェームズ・リー・カートは MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ミシガン州、ジーランド出身。ニックネームはキティ。日本語メディアにおいてはジムカットと表記されることもある。1957年6月17日にワシントン・セネターズと契約。1959年8月2日のシカゴ・ホワイトソックス戦でメジャーデビューし、同年は2敗。 防御率12.60。1960年4月27日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初勝利を挙げるが、その後5連敗で6月にマイナー降格。チームがミネアポリスに本拠地を移転し、ミネソタツインズと解消した1961年は、先発ローテーションに定着し、9勝17敗、防御率3.90、もにリーグ最多の11支給。 10冒頭を記録。1962年は5月12日から7、連勝を記録し、オールスターゲームに初めて選出される。後半戦で10勝6敗、防御率2.43と調子を上げ、18勝14敗、防御率3.14、いずれもリーグ最多の5完封、18死球、13、冒頭を記録。初のゴールドグラブ賞を受賞し、 以後15年連続で受賞する。1963年は故障もあって10勝に止まるが、1964年は17勝を挙げる。1965年はシーズンを通じて、防御率2点台を維持するなど好調で、被安打267はリーグワーストながら18勝11敗、防御率2.83を記録し、チームの32年ぶり、移転後初となる。 リーグ優勝に貢献。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは3試合に先発し、いずれもサンディコファックスと投げ合う。第2戦では1失点関東勝利を収めるが、第5戦では3回途中4失点、中2日の第7戦では4回途中に失点で降板して敗戦投手となり、チームは3勝4敗で敗退した。年は年ぶりに、 オールスターゲームに選出され、8月11日から8、連勝を記録するなど25勝13敗、防御率2.75205奪三振、いずれもリーグ最多の41先発、304.1イニング19、関東、271被安打を記録し、最多勝ちのタイトルを獲得。MVP の投票では5位に入るが、当時際、ヤング賞は現在とは違って、 両リーグで一人だけの選出だったため、27勝9敗、防御率1.73317奪三振を記録したコーファックスが受賞したが、もしリーグで一人であれば選出されていた可能性は高い。皮肉にも、翌1967年からリーグで一人の選出となった。同年は1勝7敗とで足でつまずくが、9月に7勝、防御率1.51を記録。 チームは、ボストン・レッドソックス、デトロイト・タイガースと、熾烈な優勝争いを演じ、勝てば優勝が決まる9月30日の、レッドソックス戦で先発したが3回途中で、降板してチームは、敗れ、翌日も敗れて1ゲーム差で、リーグ優勝を逃した。1968年は故障で1ヶ月で遅れたが14勝、防御率2.94の成績。 エクスパンションによって4球団が誕生し、東西に蓄勢となった1969年も14勝を挙げ、チームの蓄優勝に貢献。ボルチモアオリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、当番がなく、チームは3連敗で敗退した。1970年も14勝で、チームは蓄連覇を果たす。前年に続きオリオールズとの対戦となったリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第3戦に先発したが3回途中4失点で敗戦投手となり、チームも3連敗で敗退。1971年は13勝。1972年は開幕から好調で10勝2敗、防御率2.06を記録するが、7月2日を最後に故障で離脱し、シーズンを終えた。1973年8月15日に、ウェーバーにかけられ、 ホワイトソックスが獲得。1974年は6月7日から7連勝、9.10月には7勝、防御率0.30を記録し、21勝13敗、防御率2.92位の好成績。1975年は前半戦で13勝を挙げ、9年ぶりにオールスターゲームに選出され、20勝14敗、防御率3.11を記録。 12月10日に3選手との交換トレードで、1選手と共にフィラデルフィアフィリーズに移籍。1976年は前半戦は9勝3敗、防御率2.91と好調だったが、後半戦で3勝11敗、防御率4.20と調子を落とす。チームは、地区優勝を果たし、シンシナティレッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、 ビッグレッドマシンと呼ばれた、強力打線を6回まで1安打に抑える後頭を、見せたが7回に捕まり、チームは逆転サヨナラで敗れて3連敗で敗退した。1977年は、開幕からリリーフで起用され、5月に先発に戻るが6勝11敗、防御率5.39に終わる。ブルックス・ロビンソンに並ぶ16年連続16回目のゴールドグラブ賞を受賞した。 1978年はシーズン初登板で完封勝利を挙げるが発祥。1979年5月11日にニューヨークヤンキースに移籍し、以後はリリーフとしての起用が中心となる。オフにフリーエージェントとなるが1980年4月1日に再契約。4月30日にセントルイスカージナルスに移籍し、発祥4セーブを記録。 1982年は62試合に登板し、チームはリーグ優勝。ミルウォーキーブルワーズとのワールドシリーズでは4試合に登板し、チームは4勝3敗でワールドチャンピオンとなり、自身唯一のチャンピオンリングを手にした。1983年7月6日に解雇され、現役を引退した。25シーズンのキャリアは、投手としてはノーラン・ライアンの27。 トミー・ジョンの26についで歴代3位である。1950.60、70.80年代の4ディケードでプレーした選手で引退した時点で1950年代にプレーした最後の選手であった。またツインズの前身であるセネターズでプレーした最後の選手でもあった。投手としては打力に優れ、投手としての登板のほ106試合に代打等で起用されている。 通算で打率。185.16本塁打、106打点を記録。1964年には3本塁打も記録している。引退後は1984年に、フィリーズ時代のチームメイトで、当時紳士なキレッツの監督兼選手であった、ピート・ローズの下、投手コーチに就任し、その後は野球解説者に転身。ドイト・グッテンのノーヒットノーランとデビッド・ウェルズの、 完全試合達成のシーンにも遭遇した。ありがとうございます。